プリティス・シル・パテルは、イギリスの政治家。2019年から、内務大臣。2010年から、ウィタム選挙区選出庶民議員を務めている。2016年から2017年までは、国際開発大臣だった。保守党に所属しており、政治的立ち位置は、党の中でも右翼かつ、サッチャー主義者。ロンドンで生まれる。パテルの両親は、インドのクジャラート州出身であり。 ウガンダに移住したが、イディアミンがアジア系コミュニティを排除する前に、ウガンダを去った。両親は中小企業の経営者でもあったという。パテルはワトフォードで育ち、キール大学に進学し経済学を学ぶ。その後、エセックス大学の大学院で学ぶ。1990年代後半に、ウィリアム・ヘイグの副報道官となる。2015年の総選挙で保守党が勝利した後、 労働、年金賞の雇用担当大臣に就任する。第1次、名内閣、第2次、名内閣では、国際開発大臣に就任したが、2017年8月に、家族でイスラエルに旅行した際に、首相官邸や外務省に、無断で、レンヤミンネ・タニヤフ首相ら要人と12件の会談を行い、11月8日に大臣を辞任した。 2019年7月24日に、ジョンソン内閣の内務大臣に就任。パテルは保守党の中でも右派に位置すると見られている。尊敬する政治家には、マーガレット・サッチャーを挙げている。大臣になる前には保守党内の保守的な議員連盟、1922年委員会に所属しており、また保守党内の親イスラエル派議員の議員連盟である、保守党イスラエルの友のメンバーである。 保守党イスラエルの友では副議長を務めている。2011年9月には BBC の番組クエスチョンタイムでは死刑復活論を唱えた。囚人の選挙権行使に反対し、彼女の選挙区の殺人事件で有罪判決を受けたジェレミー・バンバーが冤罪を訴えてメディアにアクセスすることにも反対した。反動性愛論者であり、2013年の 結婚法に反対した。パテルは反 EU 派の会議員であり、EU を離脱することで英国の民主主義を強くし、英国の女性の地位を高めることができると考えている。英国のユーロ加盟にも強く反対している。パテルは1992年のポンド危機のことを覚えている。これがパテルを欧州会議論者にしたのである。その当時の金利は10から12%であり、 15%まで上昇する恐れもあった。パテルの両親が銀行から資金を借りて営んでいた介護老人福祉業は金利高騰のためひどい事態になっていた。パテルは2016年6月に行われた英国の EU からの離脱の是非を問う国民投票において EU 離脱のためのキャンペーンを展開した。パテルは EU 離脱を支持する理由の一つとして 移民のコントロールを上げている。英国が EU を離脱することで、英国の国境審査を強化できるというものである。保守党のマニフェストでは移民の賞味数を数万人に抑えるというものだったが、実際にはかなりの移民が英国に移住した。EU 離脱はマニフェストでのターゲットを初年度で達成させるかもしれない。パテルはそれが不可能な理由はないと述べている。ありがとうございます。